とりあえず5月の2019年5月の19日に宮古クリニックさんで一応待合室の講演会をやろうと、はい、考えちゃったんです。はい、じゃあ緊張してますけど、であのこれ打ち合わせなのでね、別に何言ってないんですけれど、あの題名とかね、それはまあいいことにして、なんでこうなったのかっていう話どうしてこうやってコラボをしよう、だって職業まず違うじゃないですか、歯医者さんと歌い手さんなので、なんでそれをこうやろうと思ったかっていう、語らないかんかなと思うんですけど。あ、そうですね、うん、まず面白いの、歯医者さん面白いかなって思ったんですよ。一番最初にコンサートやった時、コンサートに来ていただいた時に、この隙間から息が漏れるというね、あの TH の発音がっていうね、あの忘れもしない Your everything の thing ね、 thing っていうのが死に聞こえるっていう、それは何かっていうと加齢による歯が空いてたから、そこからね息が漏れてるっていうのを、歌を聴くだけでそれに気がつかれて、で、まあ、ちょっとそれ直しましょうかって言われたところから、歯医者さんってめっちゃ面白いっていう、そうですね、で、ね、はい、思ったんですよ。そうですね、本当ですね、だから持ちは持ちあってよう言うたなっていう感じで思った、うん、あの私患者です患者です、主人そうなん、そんな関係なんですけど、はい、だからそこから私としては始まってて、ほっぺたをこうやって開けるじゃないですか。でその時に歌う時にもこうほっぺたの筋肉をこう鍛えたりとかするんですかって言われ質問されたんですよ。でその時によりますよって、だって動かすからって言ったら、めっちゃいい筋肉って褒められて、もう嬉しくなっちゃうね私はね。でそっかって、歌うことでここの筋肉が柔らかくなれば歯医者さんとしてもこう施術がしやすいのかなと。で今度呼吸とか考えた時に、あの院長先生とお話しさせていただいた時に、呼吸で私たちはもう呼吸めちゃくちゃ大事だけど、あれ歯医者さんも呼吸のことを言うんだっていうのを知って、なんかそこでこうやれたらいいな。だってどっちにしても私が歯周病のことを一応勉強するじゃないですか。そういう時にずっと菌が中に入ってんだよとか、万病のもとが歯周病だよっていうことを聞いたから、やっぱ健康になってほしいから先生たちもやってらっしゃるのかなって。で私も健康でこう声が出せたらいいなっていうのがコンセプトなので、じゃあ一緒じゃんで私は勝手に思ったんですね。僕も広瀬さんとお話しさせてもらってですね、そうすると基本的に僕らっていうのはその口の中で、まあもともと学校で習ってきてるっていうのはもうその 歯の構造であったり歯の並びだったりメインになってしまっていて、そこをもうちょっと拡大してほっぺたの筋肉の動きだったり、それこそ声の出し方だったり喋り方だったりっていう、そこまでってあんまり正直やってきてなかった部分でもあるので、そこで広瀬さんと話してたら、こういう風にしたら声が通るよとか、こういう筋肉のトレーニングするといいんだよみたいな話を聞くと、あ、これは面白いなと。やっと最近しかもですね、呼吸について考えるようになってきた。今のところはまだそこまでは行ってないんですが、まあ、そういった風にはなるんじゃないかなと思ってまして、うん、僕らとしても積極的に、それこそさっきのほっぺたもですね、結構僕もうしょっちゅうほっぺた触って、でほっぺたの筋肉めちゃめちゃ硬い人、あとはひろしさんみたいに非常に柔らかい人、そういった方の差は一体何なのかなっていうのを見てると、普段の生活だったりとか、おそらく姿勢とか、ちょっとそこまでは見切れてない部分もあるんですけども、そういったことっていうのがあるんじゃないかなと思いますので、そういうのをひろしさんと一緒に勉強しながらと、患者さんであったり皆様の健康のために勉強してと、広瀬さんの力をお借りしてまたよまあより良い治療と皆さんの健康を作ってくれたらいいんじゃないかな。めっちゃめっちゃ見てる、ね、じゃあ先生が考える健康って お互いにやっぱり健康の定義ってあると思うんですよ。歯科医が考える健康って何？歯科医の考える健康、なんだろう、難しい言い方になっちゃうかもしれませんけども、健康寿命を少しでも伸ばすことでしょうか。健康寿命、ピンピンコロリを目指すというやつですね。ピンピンコロリね、はい、若い方から、まあ、高齢の方もかまわないので見るので、結構その
生きてきたその生活によって、うん、年齢によっての差もあったり、若くしてもあんまり状態が良くなかったり、うん、逆にもう90超えてでも非常に元気で口の中もいい状態の方もいらっしゃったりして、まあ、健康寿命を伸ばしてあげるっていうと、みんなが幸せに過ごせることなんじゃないかな、まあ、幸せにとか思いますよね。あ、そうですそうです、はい、で私が考える、歌い手として考えるというか、私が考える健康って、その最後の最後まで自分で歩けて食べれて、歩けて食べれて喋れるっていうのが私の中でもう それを求めたいと思ってるね。父が亡くなる前にパーキンソンだったから、やっぱ機能が失われていく、で自分で食べれなくなる、それこそこの入れ歯も外してっていう状態だって、で、まあ、動けないし、で要は喋れないと、このコミュニケーションがなかなかうまく取れなかったりとかっていうのを見たら、結局機能をきちんと保ったままで年を重ねていくっていうのがきっと健康だっていうところも多分こうシンクロするんだと思うんですけど、だからそれを求めているっていうのも一つかなって、こうやりたいと思う一つかなと思うんですけど、何やるの5月19日だよ。そうですね、硬いよ、めっちゃ硬い話をしてるけど、楽しく学べるっていうのが多分コンセプトだと思うんですよ。楽しく学ぶためには、まあ、今からちょっといろいろ考えるんですけど、最終的に歌うよね、うん、まあそうですね、はい、声を出すことってストレス発散にもなるから、うんうんうん、それを入れ込みたいなと。でハッピーコーラスとかやってるから、そうです、認知症とかの予防になるかな、なるよって思っているんですよね。余談なんですけど、はい、うちのおばあちゃん95歳なんですけど、はい、カラオケ系教室に20年ぐらい通ってて学びに行かなか未だに月1で通ってて、うん、まあ元気ですよね。発表会がちょこちょこあったりするんで、うん、家でも自分でマイク持って練習してて、まあ、CD 使えない人なので、未だに新作のカセット買ってきて店に置いといてもらって、うん、やっぱり元気ですよね、うん、歌ってすごいよねっていう話はしててですね、一生続けてねっていう話はしてますけども、絶対いいことだと思いますよね、うん、私は歯めっちゃ弱いんですよ。ケアが悪かったね、きっとね、ここへ来るまでは。昔々に歯周病気が多いよとは言われたの、そのなんかチェックした時に、だから気をつけなさいよって言われてたんだけど、うん、気をつけなさいよの意味がわからないじゃないですか、うん、で宮古クリニックさんに来て一番すごいなと思ったのは、もう私本当は歯を抜かなきゃいけないと思ったんです。もう結局揺れてたりとか、うん、であの実際までこうブリッジかけてたりとかする、他の歯医者さんのこと 悪く言うわけじゃないよ、ディスってるわけじゃないよあのそれしか方法がなかったんだと思うんだけど、揺れてきました、歯抜きます、じゃあここの歯と固定してブリッジにしますっていう方法しかないと思ってたの。でも例えばこうやって待合室なんかでやらせていただくことによって、いやそうじゃなくて、日々の何かこうブラッシングとか、そうなんか自分で気をつけていけば歯も残せるんだってもう実感で思ってるんですよ。だからそれなんかもう患者として伝えたいなっていう、そうもうあの経験者は語るぐらいのイメージ。歌い手とかって離れてもやっぱすごい大事だなって、やっぱ治療していただいてる中でそれを感じてるもんだから、どちらかというともう患者の立場で喋るよみたいな、歌い手としての何かが加わっていけばいいなって。歌い手って言ってもそのただ歌ってたら声をこう出しましょうとかっていう技術的なことだけになるかもしれないけど、やっぱり今歌うことは健康になることだって思っているから、それがやっぱり分かってきたから、そうすると声の出し方だけじゃない、さっきちょっと姿勢って言われたけど、ね、姿勢がこうだと、でそれに付随して顎の位置とか、だんだん私はお利口になっていくわって思ってるんだけど、なんかその辺でこうシンクロしたところが、ね、来てくださる方に、うんうん、伝わるといいなって、うんうん、そうですね、めっちゃ熱い思いで、そうですね語るよ、皆様の健康のために、はい、全力を尽くします。あの、ね、でも健康になるの自分だから、 その一助になればいいなってっていうような思いなんですよね。めっちゃ熱く思いを語ってますけどね。5月19日、各務原市。うぬまです。各務原市、先生が言えばね。あ、そうかそうか。各務原市、うぬま浜町の宮古クリニックです。午後
1時半から3時ぐらいまでちょっとお時間をいただいてですね、はい、熱くちょっと語らせていただけたらいいかなと思いますので、うん、ぜひよかったらお誘い合わせの上20人ぐらい、20人ぐらい、限定20人だからね、思ったより少ないかもしれないです。早めにご連絡いただけるといいかなと思います、はい、コメント欄に書いてもらってもいいし、はい、あでもそれってかんえで患者さん限定、そんなことない、そんなことないです。もうそんなことない、はい、もう、歯の興味ある方は、はい、そうだよね、はい、じゃあコメント欄に入れていただくか、うん、直接ミヤコクリニックさんで大丈夫、あいや、コメント欄が一番いいから、そうです、ね、コメント欄に書いていただくのが、うん、そう、一応事前申し込み、はい、でまたどっかに、ね、ポスターとか貼る、ミヤコクリニックさんにも貼るし、また YouTube か、それか Facebook とか、広瀬まりの方であげると思うので、ちょっと楽しみにしておいてください。歯は大事だから、本当にあのこっそり私の歯の恐ろしくアクロバティックなことをしているのもちょっと言うかもしれないし楽しみにしていてください。お待ちします。